ズル&ドラゴンズとテレビアニメ転生したらスライムだった件のコラボが開催。やばくね。これやばくね。これ何がやばいかって、これ岡崎美穂さん、リムルテンペストの主人公ね、主人公のあのリムルテンペストの声優さんの岡崎美穂さんがパズドラって言ってんだ。パズドラっていう単語をパズル&ドラゴンズっていう単語を言ってるっていうのがすごい。ちょっとこれすごくて、すごいというかあれかな、取り下ろしてるんかな、多分取り下ろしてて、ナレーションを。すごいこれ、なんというか気合入ってるなと思って、すごく素晴らしいと思ってるわ。このコラボに登場するキャラクターを紹介するぞ。まずはこの俺、スライムリムルテンペスト。出た。かわいい。これめちゃくちゃかわいいね。で、俺さ、テンスラ、まあ、一応パズドラとコラボするから、一応ね、シーズン2の途中10話ぐらいまで見たんだけど、いや、面白いね。普通に面白くてビビったわ。結構食わず嫌いだったんだよ、確か。まあ、テンスラなんかコラボ開催とか決まる前まで全然見なかった。なんか、異世界転生系をさ、俺ちょっとあんまりこう、好きじゃないんだけど、あんまりこう、まあ、なんか、好みとしてあんまりだったんだけど、テンスラ、ちょっと食わず切れてだったんだけど、見ちゃったら、止まんなくなっちゃった。めちゃくちゃ面白くて止まんなくなっちゃった。で、これ、スライム状態ね。転生したっていう感じ。一見ただのスライムだけど、転生時に獲得したユニークスキルを頼りに、異世界生活を送っているんだ。見た目も変わって、魔物を滑るもの、リムルテンペストになるぞ。いやー、出た。出た、出た。これ、いいね。しずさんからもらった仮面被ってるわ。ごめんねって、ネタバレ食らっちゃったら申し訳ないんで、ちょっと若干あれかもし、ネタバレの話すかもしんねえから、まあ、それ嫌な方は、もう動画終わってください。で、いやー、マジでかっこいいな。テンペスト、リムルテンペスト。で、まあ一応、シーズン2で途中までしか見てないから、あんまり俺も、まあ、にわかっちゃにわかだけど、まあちょっとこれ、かっこいいな。めちゃくちゃかっこいいな。いいね、このしずさんの壁見るだけでなんか俺泣けてくるわ。真なる魔王、リムルテンペストにもなるんだ。これもしかして、これさ、これスライム、まあ変身かな、まあ絶対、これさ、もう変身やろって感じやね、マジで。スライムから、まあ、本当に変身、まあ、リアル変身、アニメの方でも変身というかね、形態が変わる、人間のように、形になるんだけど、いや、これ変身でいいな。なんか、パズドラの変身っていうシステムが、ついになんか、カチッとハマった感じがする、これ。マジで変身、ザ変身って感じで、すごいいいわ、これ。で、真なる魔王、これリムルテンペストにもなるんだ。究極進化と究極変身って感じなんかな、ちょっとわかんない。こいつは暴風竜デルドラ。俺がスライムに転生した時に初めて会ったやつで、300年間洞窟に封印されていたんだ。そしてで、ベルドラさんね。ベルドラ、ちょっとこれさ、シーズン2の時出てこなかった気がするんだけど、出てきたっけ、ベルドラテンペストさんって。出てきたっけ。あ、出てきた気がすんな。ちょっとごめん、なんか流し見な部分もあったから。ベルドラテンペストになるぞ。次はランガ。俺のことを主と慕ってくれていて、普段は影に隠れて護衛してくれているんだ。いや、ランガ来た。ランガいいね。ランガもすごい好き。なんか、ワンちゃん、狼か。狼だし、すごい可愛いんだよね。で、これさ、声優さんがさ、ゴールデンカムイの杉本と一緒でさ、もう杉本にしか聞こえなくなっちゃった。杉本にしか見えねえんだよな。で、ランガ？いや、これさ、マジでいいね。ランガ闇属性かな？闇光っぽいね、なんか。波形、オーラが、なんか疾走感がある、効果音なんだ、あれがさ、光だから、黄色だからさ、まあ、闇光か光闇かって感じか。いいね。こいつはゴブリン村のゴブタ。
お調子者のムードメーカーで、やるときはやるやつなんだ。で、ゴブタね、ゴブタ。ゴブタも、まあ、いいキャラしてんだよな。なんか、にわかっぽい発言やけど、いいキャラしてんだ、普通に。まあ、普通に戦闘能力高いしね。戦闘能力すごい高いし、まあ、普通になんか、まあ、キーヒーか。なんか、属性的に言うとキーヒーって感じがするな。ヒーキーかキーヒー。まあ、キーヒーって感じがしていいね。わあ、マジで。まあ、でも、ゴブタはなんとなくだけど、星5とか星6？まあ、低レアかなと思ってる。そして、オークのゲルド。新たなオーク族の指導者を目指しているんだ。で、ゲルド。ゲルドいいね。まあ、ゲルドも、まあ、なんだっけ。オークロードだっけ？オークロードのやつなんだけど、まあ、ゲルド、まあ、この子は闇気っぽいね。なんか今の環境、気闇がさ、流行ってる、まあ、流行ってる感じあるから、まあ、結構いいなと思ってる、このゲルド。闇、属性的にいいなと思っちゃう。こいつは、リザードマンのガビル。野心家ながら、とある一件の後から、俺の部下になったんだ。俺ガビル結構好きよ。俺ガビル結構好きよ。普通に生意気じゃん。なんか性格的に生意気とか、生意気だし、なんか自己顕示欲高そうな感じ。もうすごいあるけど、まあ、もっともなんかいいやつっていう、なんかいいやつってイメージがあるから、すごくなんか俺は好きかな、ガビル。こいつはミリムナーバ。デストロイの二つ名を持つドラゴノイドなんだ。出た。ミリムナーバいいね。魔王ね。魔王さんね。ミリムナーバもいいね。このキャラも普通に可愛いんだ。可愛いしね。なんならこの作中さ、判決だしね。お尻丸出しじゃないけど、お尻判決だしね。まあ結構いいキャラっす。ということで、どうだった？次回はジュラテンペスト連邦国の仲間も紹介するから、期待していてくれ。パズル&ドラゴンズとテレビアニメ転生したらスライムだった件のコラボをお楽しみに。で、5月16日公開予定って書いてある。うん、まあ、だからこれからまあさ、今、まあ、セリフあったんだけど、ナレーションあったんだけど、まあ、仲間がいっぱい出てくるらしいから、まあ、これはまあおそらくシオン、シュナ、ベニマルとか、そこら辺のキャラ、仲間たち、テンペストのリムルちゃんの仲間たちが相当いっぱい出てくんじゃねえかと思ってんだ。いや、出てきてほしいキャラ、個人的に言うと、ベスターだっけ？合ってるっけ？とか、まあ、普通にめっちゃ出てきてほしいね。まあ、でも今俺がさ、シーズン2の途中までしか見てないから、これからちょっと見ねえとなって思ってるんだ。じゃね。